フランス勝利を得ました。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。フランスとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間です。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。フランスが2対0で試合を終えています。